私は それは。
るな。さあ、店へ行ってから話そうと思ったけど、エミリーと九州へ行くことにした。ラーメン、これが最後かな。エミリーだ。エミリーと誰だ。まさか本気にするなんて思わなかった。子供だからきっと勘違いをしてたのね。進学率のためだったの。感謝してほしいから。あの子が言いふらしてたみたい。他の子は少しの辛抱だ。すぐに迎えに行って試験をあげよう。嬉しい。エミリー、そうか、今日だったんだな、出発。俺、それすら知らなくて、ついていくとか舞い上がって俺。いいんだ。ありがとう。俺がバカだったんだ。エミリーは悪くない。悪く。エミリー、どうして。出た。ありがとな。お前がいなかったら俺。おかえり。これで2年生は全員だな。つか、これ何の集まりなんすか。ああ、山岸に寮の設備を案内しようと思ったんだが、君たちの入寮時にはろくに説明もできていなかった。すまないが、この機会に君たちも案内させてくれ。いや、俺らここ来てだいぶ経つし、別に大丈夫っすけど。てか、あんたが一番心配だし、適当に使って散らかしたり備品壊したらみんなが困るんだからね。いや、俺普通に使えてるっしょ。むしろガイドできるっつの。それは頼もしいな。だが少し付き合ってほしい。増員に合わせ手を入れたところもある。お、マジっすか。もしかして温泉とかカジノとかできてたりして。アホか。ま、見てのお楽しみだ。では始めよう。山岸、ついてきてくれ。あ、はい、よろしくお願いします。ここが共用のキッチンだ。え、すごい片付いてる。っていうか、こんなに広かったんだ。早々に整理するつもりが、4月のシャドウ襲撃、その後の調査などで手がつけられなかった。これで使い勝手が良くなるだろう。調理器具、
食器の類は自由に使ってくれ。皆さん、食事は自分で作るんですか？明彦は時々何かしているようだが、私はあまり作らないな。昔は一人、よく自炊している生徒がいたが。ちなみに俺はお湯沸かすぐらいだけど、お前は？栄養とか考えると自炊するに越したことないもんね。でも実際やるとお金かかるし、材料を使い切れなかったりで。すごい、ゆかりちゃん料理できるんだね。え？あー、できるってほどじゃないよ。ここんところ全然だったし、たまにひどい失敗とかもするし。でもこれだけ広かったら誰かと協力して作れるかもね。手間は半分、美味しさ2倍みたいな。今度やってみようかな。さて、次に移ろう。ここはいつものとこっすね。ラウンジは説明するまでもないか。あれ、 DVD プレイヤーじゃん。いつの間に。私が持ってきたの、家に置いてあったのだから、ちょっと古い方なんだけど。部屋ではパソコンで見られるから、みんなに使ってもらおうと思って。それに、ブラウン管のテレビにつなげた方が、色とか好きなんだ。ここのソファー結構くつろげるし、ゆっくり見たいときは良さそう。あ、だったらこっちで見ようかな。部屋で一人で見るにはちょっとアレなやつとか。お、やっぱゆかりっちホラーとか NG なわけ？意外とか弱いとかあるよな。いつもの感じからは想像もつかねえけど。それどういう意味？いや、そういう意味っつか、そういう意味じゃなくてですね。いい度胸してるね、純平。次のタルタロス、背中に気をつけなさいよ。ゆかりちゃん、目が怖い。では、1階はこれぐらいにして、次に行くとしよう。キリジョー先輩、奥の棚に並んでる本、お借りしていいんですか？もちろん構わない。寮生の寄付で置かれた本だが、私も時々利用している。ここ静かだし、椅子もふっかふかで結構好きなんだよな。居心地よくて、つい遅くまで読書に勤しんじゃったり。あんたはどうせ漫画でしょ。漫画だって立派な読書だよ。私もここで読もうかな。ラウンジは人の出入りも多いし、このスペースは穴場かもね。何にせよ、好きに使うといい。どんな本も人生の視野を広げてくれる。うっす、視界は良好っす。だが、イオリ、読み終えた漫画は棚に戻してくれ。机や椅子に平積みのままではな。うっす。はあ、純平が散らかさないようにあなたも見張っててね。さて、上に行こうか。屋上への出入りは禁じていたが、今は開放している。ここで家庭菜園を始めたいと理事長が言い出したのだな。へえ、こんなのできてたんだ。これで野菜育てるの？てかあの人、野菜を食べ野菜とか言ってそう。間違いねえ。しかも自信満々の顔でな。今は君が管理しているそうだが、なかなか手が込んでいる。
理事長が君に託したのは正解だったな。でもこれ一人で世話すの大変じゃね？順平手伝ってあげなよ、どうせ暇でしょ。言うと思ったぜ。まあでもちと楽しそうだよな。野菜でビタミン取ってお肌ツルッツルになっちまったり。それは見てみたいかも。こういうものは手をかけた分だけ応えてくれるという。誰かしらと協力すればより良い実りがあるんじゃないか。私ちょっと興味あるな。ここの説明は以上だ。下に降りよう。これで一通り案内できたか。改めて説明されると使ってみようかなって気になるかも。あなたは大丈夫？わかんないとこなかった？それはよかった。心地よく過ごせるよう願っている。互いを思いやる配慮があれば誰にとっても過ごしやすい場所になる。何かしたいことがあるときは誰かに声をかけてみるのもいい。せっかく同じとこに住んでんだし、その方が楽しそうっすね。こういうの初めてだから少しドキドキするけど、皆さんと一緒に頑張ります。それでは改めてこれからよろしく頼む。エリートのお坊ちゃんだもんね。ああなっちゃうのも無理ないか。うちに若手の営業マンがいたの。有名私立大卒の真面目が取り柄の子。その子今月の販売ノルマが未達でね、ちょびっと減俸したら自信喪失しちゃって会社に来なくなっちゃった。
今頃お家に引っこもってるんでしょうけどね。私知らない。さっき解雇通告を郵送してやったわ、着払いでね。あいつのせいでうちは今月は赤字よ。封筒だなんだで無駄な出費もしたし、何よりあいつを育てるために使った研修費、機材費、設備費、人件費、もろもろの損失額のことを考えると、だって私お金が好きだもの。お金は私を裏切らないわ、あいつみたいにね。お金に苦労するとしんどいわよ。体育館履きだって買えないんだから。冬場の体育館で裸足は拷問よ。前から考えてたんだけどさ、あんたうちの専属モデルにならない？綺麗どころを前面に出してうちの商売の悪質感をカモフラージュよ。ねえ考えてみない？一生体育館履きで苦労はさせないから。してる場合じゃなかった。決意に出た分、来月の予算を組み直さないと。新しい子を取るにしてもまた最初から育て直しで経費が。では始めますかね。それじゃ。
君、うちの部員じゃないよね。山岸さんの知り合い？あの、さっき話してた。ああ、じゃあ彼が？君のこと山岸さんから聞いてるよ。新入部員の宛てにってなんとなくあなたの名前出したとこなの。あなたの方から来てくれるなんてすごく嬉しい子さん。あの、僕、平賀圭介、よろしくお願いします。圭介先輩、しっかりしてくださいよ。お願いされる方なんだから。部長でしょ。そうだよね。相変わらずですね。山岸さんも復帰して新入部員も増えたか。僕ももう少し部活やろうかな。平賀先輩3年生だから今年受験ですよね。いや、あの、そんなことよりもさ、君って美術できる人？心配しないで。うちの部はプロ志望とかじゃないし、部長の僕だって初心者みたいなものだから。ここでこうして会えたのも何かの縁だと思うし、席を置いてくれるだけでもいいんだ。いいよね。我は汝、汝は我、汝新たなる絆を見出したり、汝運命のペルソナを生み出せしとき、我らさらなる力の祝福を与え、一応ここの出入りは部活関係者のみってことになってるから、入部届だけは出してね。うちの部の活動日は火、水、木曜日だよ。テスト前の何日かは活動停止になっちゃうけど、おとなしく家で勉強しろってことだね。基本自由参加だけど、たまには顔を出してよ。まさか同じ部活になるなんてね。じゃあ早速手続きしてもらって、よろしく。帰ったか。
そうだ。ささみ、卵、ブロッコリー、こいつらを片っ端から茹でていく。アスリートの食事としては定番だ。どれも優れた栄養があり、調理も難しくない。だが問題はその先だ。できたものを小分けにして冷凍する。これがなかなかの手間でな。そうでもない。物臭なんでまとめて済ませたいって話だ。だが体作りのためなら何だってやるしかないな。よし、ではやるか。これで完成だ。しばらくの間持つだろう。やはり二人でやると早いな。手際も良くて助かった。お前も持っていけ。夜食にしても太りにくいはずだぞ。体作りには食事が重要だが、料理はあまり得意じゃなくてな。よければまた手伝ってくれ。お前がいればもっと凝ったものも作れそうだ。次は豚足でも買ってくるか。コラーゲンが豊富らしいからな。おはようございます。こちらエリザベスでございます。お話がございますので、ベルベットルームまでお越しください。あなたにとりまして重要な件と存じます。ではお待ちしております。そういやさ、だよな。お待ちしておりました。それでは。素晴らしい。楽しみにしております。そういえば、がっかりでございます。依頼を受けていただけますか。
ゃいませ。ゆっくり見てってください。またお越しください。言えば、さて、今日もいただくとしますか。やっぱこれだよな。俺がこの町を捨てられるかっての。先生、今頃九州か。結婚してんのかな。おーい、ダメ、それはダメ。アジ玉、それは俺の命玉、渡さねー。やっぱお前といると飽きねえわと言いつつ、彼女欲しい。マジで、もしかして寮の子。
今度押しかけよっかな。あ、いやいや、そうじゃなくて、俺さ、あれから考えたんだ。エミリがいなくなって寂しいは寂しいけど、俺かっこ悪いなって方が大きくて、エミリが好きだったのか、先生と恋愛してるのが好きだったのか、すげえ考えて、でも分かんなかった。一個だけ分かったのが、お前が友達ってことだよ。やる。それさ、俺が作ったの、お前に合うかなって考えてさ。お前おしゃれ心が足りねえからさ、補い合うっての親友っぽくね。まあよろしくの印だよ。汝は我、汝ついに真実の絆を得たら、ここに魔術師の力はその才能を開かれたり、今こそ我ら汝に与え魔術師の究極なる力、汝がうちに満たされんことを。男相手に無駄に緊張した。味玉追加で、10個追加で。帰った。
リーダーはこういう SF 小説ってよく読んだりする？そっか。でもこのシリーズなら馴染みがない人でもとっつきやすそう。これを初めに読んで SF 好きになる人も多いみたいだから。あ、ごめんなさい、読んでる最中に話しかけちゃって。せっかくの機会だし、読み終わったら感想を聞かせて。あ、もうこんな時間。リーダーは、え、すごい、もうそんなに読んじゃったの？あれ、私もこんなに。いつもより集中してたのかな。誰かと一緒だともっと深く本の世界に浸れる気がして。私、時間があるときはここにいるから、声かけてくれたら嬉しいな。じゃあ今日はこれで。おやすみなさい。お疲れ様です。あのね。
ようこそベルベットルームへ。どうぞご覧ください。こちらでよろしいです。それではこちらを受けたまわりました。何か急ぎで連絡つけたいから私のとこにもだって、岩戸台の駅前に来てくれって。あいつ部活休んで何様ねえ。お、お前なんでダッシュ。ゆうこ怒ってたの。ここんとこ俺休みが多いから。検査の結果、本当はこないだ話しとけば、膝周りの筋肉とか腱が炎症を起こしてるって。このまま練習を続けたら俺歩けなくなるって医者に言われた。練習で無茶しすぎたんだと。冗談じゃねえ、勝ちたくて練習するんだろうかな。そうだよな、根性だ。1分1秒惜しいんだ。休んでる暇なんてねえってのに。来年の選考会で勝って日本一になるって俺は約束したんだからよ。それは俺だけの問題じゃねえから。姉貴んとこの甥っ子が事故で足の骨やっちまって歩けなくなっちまってな。だけどリハビリすりゃ少しは歩けるようになるはずなんだ。なのにリハビリは痛いから嫌だとか言いやがってよ。まだ5歳なんだぜ。これからいっぱい楽しいことあんのに。それで甥っ子と約束したんだ。笑うなよ。俺が陸上で日本一になったらリハビリするって。だから全国大会に出るためにも来年の選考会に勝たなきゃならねえんだ。心配してくれんのは嬉しいけどよ、そうも言ってらんねえ。なんか悪い、呼び出しといて重苦しいことベラベラと。一人で溜め込むのしんどくてよ。お前しか話せるやつを思いつかなかったから。優子、ああ見えて勘がいいからなんか言われるかもしれねえけど、鹿として俺に触れよ。お前を巻き込んだりしねえから。
あな。つもりで材料買ったんだけど、自炊するときってついいろいろ多めに準備しちゃうんだよね。食べきるのが大変で。あなたって結構食べれる方？お、頼もしいね。どんどん食べちゃって。となると問題は味なんだけど、あまり期待はしすぎないように。最近あんま自炊してなかったし。まあとにかく栄養はつくと思うから、そこは安心して。私たち体が資本なとこあるじゃん。だから食生活も見直そうかなって。あとはついでに痩せられたら一石二鳥だけど、それはとりあえず置いとく。じゃあサラダ作りから始めようかな。トマトを切ってくれる？安いしダイエットにもいいって聞いたから胸肉を使ってみたんだけど、ちょっと、いや、だいぶパサパサしてたね。しかもすっごい硬かったし。はぁ、ちょっとショック。いつもこんな失敗しないのに。本当だからね。その顔信じてないでしょう。次は絶対リベンジするから、また時間あるとき付き合ってよ。次は美味しいって言わせるから。そういえばさ、ちょっといいか。今夜急に理事長が見えることになった。帰り次第4階の部屋に集合してくれ。はい、わかりました。じゃあ伝えたぞ。なんだろうな、急に。新作ダジャレのお披露目会か。そうね。でもちょっと気になるし、今日は寄り道しないで帰ろうかな。コロちゃん、お手。おー、したした、賢いぞ。あ、おかえりなさい。おかえり。ちょうどさっきここを通りかかったの。ほらコロちゃん、ご挨拶できるかな。コロ丸っていうの。いつもは神社の階段のとこにいて、狛犬みたいにじっとしてるんだけど。この犬相変わらず一人で散歩してんのね。一人で散歩？ああ、その犬はね、長泣神社の神主さんが可愛がってた犬なのよ。
この道は夕方に必ず散歩するお決まりの道でさ。だからここにいたんだ。まあ生前の話だけどね。え、生前？あれだ、聞きたい？そうね、半年くらい前だったかしらね。神主さん、お散歩中に事故で亡くなってね。それからっていうもの、その犬決まった道を散歩する以外事故のあった場所から動かないのよね。無理にどこかに連れてくわけにもね。だってこの間もうちの息子がね、あら池田、こんな時間息子が帰ってきちゃうわ。お前中堅なんだ、泣かせるじゃない。このあれ、この子どうしたの？ううん、ごめん、気のせいだったみたい。あ、それより今日って確か理事長が来るって。私たちもそろそろ中に入ろう。そうだね、コロちゃん、またね。いやー、どうもどうも。調べ物に答えが出そうなんでいち早く伝えようと思ってね。例の満月に出るシャドウの件だよ。ちょっと面倒なんだがよーく聞いてほしいんだ。実はシャドウはその性質によって12のカテゴリーに分けられる。このことはだいぶ前から分かっててね。生物学の何かや何目みたいなもんだ。で、これまで出現したシャドウをこれに分類してみると実に興味深い。なんかテンション高えな。あの、続きお願いします。あーっと、すまない。でだ、これまでのシャドウ4体は現れた順にカテゴリーの1から4だと分かったんだよ。見た目は大層特別だったが、連中にもこの分類は当てはまるらしい。それってなんかすごいことなんすか？そうか、つまり大きなシャドウは全部で12体いて、残りがあと8体ってことですね。さすが山岸くん、飲み込みが早いんだから。へえ、そうなんすか。実際シャドウって何がしたいんすかね？いい質問だね。実は目的がよく分かってないんだよ。連中は獲物を殺さずに精神を食らう。捕食には違いないが、生き物のようにただ繁殖するのが目的なら遠回りすぎる。シャドウは総体として何を目指す存在なのか、その辺は研究中なんだ。面白いですね。ただシャドウが何であっても残りも全部倒すだけのことです。そうだな、連中の目的が何であれ全て倒すしか今は対処のしようがない。あと8体か、相当だなそれ。データでは来るたびに強くなってます。こちらも力をつけないと。なんとかするさ、時間は十分ある。タルタロスか、なんであんなものがあるんだろう。
すまない。まだ青春知らずだから想像もつかないでしょうけど、高校卒業してからの10年はシビアよ。負け組と勝ち組の線引きは一目瞭然。私の日の丸弁当を笑ったあの子も、私のアナーキクスしさを伏せたあの子だって、今じゃ私を羨望の眼差しで見上げるわ。あの子たちの年収が私の月収だもの。会社の経営も軌道に乗ってるし、公私ともに充実してるって感じ。私についてきなさいよね。こないだの専属モデルの話が生きてるうちに他の子にも同じこと言ってるとか思っちゃダメよ。随分前にもらった4万円。あんたあれ、十分元取ったわよ。私の講演会のギャラね、60分で10万円なんだから。ド派手でためになる話、いっぱい聞いたでしょ。
はあ、ほらばあさん来てくれたぞ。だからもう機嫌直してくれんかの。私だってね、頭では分かってるの。でも、もしも木がなくなったら、あの木がなくなっちゃったら、本当に息子に会えなくなる気がして。大丈夫よ、喧嘩じゃないわ。私が少しダダをこねちゃっただけ。ごめんなさいね、心配させちゃって。柿の木を切るって話、どうやら本当じゃったみたいでな。ばあさんと一緒に行ったんじゃよ、月光の柿の木にお別れを言いにな。そしたらばあさん、息子が死んだ当時のこと思い出しちまったみたいでの。見てみーばあさん、わしと同じことを言ってくれとる。メソメソばっかしてちゃいかん。せっかくの美人が台無しじゃぞい。うん、まあまあ、こんなしわくちゃのばあさんをからかうんじゃありませんよ。またいつでも寄っておくれな。ばあさんこう見えて面食いじゃから、イケメンが来ると喜ぶでの。ほれこれ、小腹が減ったら食いな。
あのさ、素晴らしい。楽しみにしております。ご用件を伺います。
どうぞご覧ください。こちらを引き出す。それではこちらを受けたまわりました。家出するの。お父さんとお母さんには内緒だよ。バイバイ。ちょっとあなた、小学生くらいの女の子見なかった？少しは落ち着きなさい。落ち着けですって？舞子に何かあったらどうするんですか？なんだと？大体お前が勉強ばかりさせるから。あなたはいつもそう、全部私に押し付けてばっかりじゃない。じゃあ俺が悪いっていうのか？目を離すからこんなことになるんだろう。それどころじゃない。お兄ちゃんというのは君だね。舞子から聞いたよ。ピアノをサボって高校生のお兄さんと遊んでいると。何ですって？聞いてないわよそんなこと。まさかあなたが舞子に？うるさい、お前は少し黙ってろ。失礼した。私たちは舞子の親です。実は朝から舞子が見当たらないんだ。部屋に置き手紙があって、舞子こんな家出ていくと。そんなことする子じゃなかったのに。あんたなんかに何がわかるのよ。舞子、どうしてこんなこと。なあ君、舞子の行き先に心当たりはないかね。頼む、教えてくれ。あのたこ焼き屋か。よし、行こう。舞子。お母さん、お父さん、兄ちゃん。舞子、舞子、無事ね？怪我は？どこも痛いとこない？心配したのよ。どうしてこんなことするの？そんなにママを困らせたいの？ちょっと、よしなさい。舞子だって心配した。いっぱいした。離婚するって言うから、舞子ずっと心配した。そのことでごめんな舞子、本当にごめん。帰ってゆっくり話そう。君には迷惑をかけてしまって、なんと言ったらいいか。